TBS プロデューサー、ジャニーズ、氏、上田広樹氏の、やめ金プリ、三二三比両論、退社の可能性も浮上。TBS プロデューサー、上田広樹氏の10月30日の SNS での謎の発表が話題となっています。この発表は、11月末に皆様に大事なお知らせをいたします。僕個人に関することです、というもので、一体何が起こっているのでしょうか 植田弘樹氏は、数々の人気ドラマやバラエティ番組を手掛け、ジャニーズ事務所所属アイドルグループキング、リンチェプリンスの一員である長瀬角と橋山のファンであることで知られていますいます。 しかし、元金プリの岸優太、平野紫耀、神宮寺優太が新たなグループ、ナンバー I として活動することを発表した際、上田氏は自身の意見を SNSA で表明しました。その発言については賛否両論が交錯しており、一部のネットユーザーからは上田氏の発言に対する批判も寄せられています。 上田氏は一方で、ジャニーズ事務所の内情に詳しい立場からのコメントをすることで、彼自身の将来に影響を与える可能性も考えられます。上田博樹氏の経歴とジャニーズとの関わり。上田博樹氏は、日本のテレビ局 TBS のプロデューサーとして、多くの人気番組を手掛けてきました。彼の代表的な作品には、 木村拓哉と時は高子のダブル主演ドラマ、ビューティフルライフ、中井正宏主演のアテイルー、そして広瀬すず主演でキング、リンチェの長瀬角が共演したドラマ夕暮れに手をつなぐなどがありますマックス。これらの作品は日本国内外で高い評価を受け、多くの視聴者に親しまれました。 彼のプロデュースする番組は、ジャニーズ事務所所属のアイドルグループとのコラボレーションが多く、その中でもキング、リンチェプリンス 2CIO との関わりが深いことが知られていますいます。キンプリはジャニーズ事務所からデビューした若手アイドルグループで、長瀬角と橋山をメンバーとしています。ナンバーアイへの移籍発表と上田氏の 10月15日、元金プリの岸優太、平野ヒラ神宮寺優太が、滝沢秀明氏が代表を務める、とべ、の中で、新グループ、ナンバー I として活動することを発表しました。これは、ジャニーズ事務所からの独立プロジェクトであり、ファンにとっては驚きの発表でした。 この発表に対して、上田博樹氏は自身の SNS で以下のようなコメントを投稿しました。まあ人それぞれ都市会員用がない。是非もない。ただ、俺は連会談そこは不変。このコメントは、彼が映写角と橋山を応援し続ける姿勢を示すもので、連会談という言葉は、彼らのファンによって使われる愛称です。 亀出しは、元金プリの騎士、平野、神宮寺が新たなグループに移籍することについては、肯定的ではない様子が伺えます。批判と賛同の声、上田広樹氏のコメントに対して、ネット上では賛否両論が紛失しています。一部のユーザーからは、小さいし、想像力のかけらもないですね。双方に失礼です。といった批判的なコメントが寄せられました。 亀出しはその後、批判的なコメントに対して以下のように返信しました。タイミングは他にあっただろうと僕個人は思いますけど、ね。他の方法もあった。自由はあるが、配慮のかけらもなかったよね。まあ、それは個人的意見で、彼らの幸せを祈ります。触れることはないですよ。 この返信は30日時点では削除されておらず、上田氏のコメントに対する意思が伺えます。一方で、彼の意見に賛同する声も見られ、自分もはっきり言って飛べはオンをあだで返している感じがしてよく思えない、という投稿も見受けられました。TBS とジャニーズの関係と今後の動向。TBS はかつて、 報道特集などの番組で旧ジャニーズ事務所に関する問題を徹底的に追求し報道してきました。特に新社長の東山の之氏が元ジャニーズ JR の男性に関して疑惑を持った発言をしたことは一部で物議を醸しました。一部の関係者は上田博樹氏の今回の発言が TBS 内で問題視される可能性があると指摘しています。 また、ジャニーズ事務所の一部メンバーが性加害問題に関与したとして独立したり、他の事務所に移籍する可能性が高まる中で、このような発言は大きな波紋を広げています。上田弘樹氏の SNS での発言が物議を醸している中、彼が TBS を退社する可能性も取り沙汰されています。ジャニーズ事務所内での動向や TBS との関係性において、 今後も注目が集まることは間違いありません。ジャニーズファンやテレビ業界関係者にとっては彼の今後の動向が気になるところでしょう。